ねえねえりっちゃん、スライム作ろう。え、てかさ、そんなことよりさ、よっちさ、太った？太ってない、太ってない。いや太ってない、どこ？めっちゃくちゃ太ったよ。太ってない、どこら辺が太ったのじゃん。いや、それ20やろ。どこが？やばすぎるよ。いや、これ今こうやってるからだよ。ねえ、もうおじさんじゃん。ねえ、やだやだ。全然20やろ。腕もめっちゃ太くなったよ。いや違う、 T シャツが縮んだんだよ。違うよ、その T シャツ変わってないよ。全然縮んだだけだから。いや、わかった。何？じゃあ運動しながらスライム作る方法ね、考えた。本当に？そっちあっちです。いっちゃんです。はい、ということで今回は、運動しながらスライム作るって言ったんですけども、はい、こちらを用意しました。じゃじゃーん。わー、なにこれ。これはですね、はい、キックターゲットってわかる？キックターゲット、ボールを蹴って、うん、なんかほら、番号が書いてあるところをこうやって破るみたいなやつね。なるほど。今回はこんな感じの用意したので、はい、心の中に、物が入るようになってるので、はい、スライムの材料を入れたいと思います。なるほどね。で、それぞれが入れて、はい、で、キックターゲットをして、それでゲットできた材料だけでスライムを作っていきたいと思います。楽しそう。それでは早速やってみよう。じゃじゃーん。ということで、こちらの材料を用意しました。はい。で、これからじゃあ先に、じゃあボールを蹴るよっちには目隠しをしてもらうので、はい、私がね、この材料一つずつこの中に入れていきます。はい。だからよっちにはどこに何が入ってるか分かんない。なるほどね。はい、じゃあ入れていきたいと思います。はい、はいはい、やって。じゃあまずこれね、これはね、大事。どうしよっかな、ここにします。おお、すごい、ちゃんと入った。じゃあ次はこれです。じゃあこれはここにしよっかな。ここは結構なんかいけそうな気がする。これね、ここにしようかな。やばい、これなんかね、ちょっと隠すのもワクワクするな。じゃあ次はこちら。これは、じゃあここにしようかな。で、次はじゃあこれで、これここに入れます。ちょっと私も自分でもどこに何入れたか忘れちゃったの。じゃあ次これ、これは、じゃあここ、ここに入れます。じゃあ次はこれ、ここ、ここにしよう。ここ、ここに入れます。どうせあれでしょ、結構いいやつを上に置いてるんでしょ、どうせ。うん。じゃあ次はこれで、これをここにしよっかな。こうね、ここ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 。はい、そして最後、こちらね、ここです。はい、ということで9つ隠しました。じゃあ早速よっちょ挑戦いってみましょう。はい。はい、ということでよっちょには、そこでね、線引いたんだけど、そこから10球蹴ってもらって髪がペラってなったら、そこのものをゲットできます。だから外しても1球にカウントされるからね。なるほどですね。頑張ってください。わかりましたよ。はい、それではじゃあよっちょ、はい、1球目お願いします。水色狙います。水色、お真ん中いきます。お緑ゲット。さあ、何でしたか？紙粘土。紙粘土ゲット。さあ、でもこれだけじゃまだスライムになりませんからね。はい。あ、ちなみに本社は最後に必ずゲットできますので大丈夫です。やったー。では次は第2球目、赤いきましょう。赤。はい。さあ、狙いです。あー、惜しい惜しい。今のはダメですね。なるほどですね。はい、それでは3球目、はい、もう1回赤狙いですか？赤狙いいきますよ。外しました。さあ、3球使っちゃいましたけど、残り7球、大丈夫ですか？大丈夫です。はい、はい、スライマーだぞ、これは。じゃあ次はどこですか？青いきます。お、青、ちょっとね、狙いを変えて。はい。おー、すごい、狙い通り。さあ、何でしたか？着色料。おー、いいね、いいね。やったー。いいね、綺麗な色になりますね。さあ、だけどまだね、はい、糊をゲットしてないのでね。お、このままじゃスライム、ただの色付きの紙粘土ですね。上だな、これ浮きます。浮くようにしましょう。はい、ボールの形を。はい、じゃあピンク狙います。こういきますよ。いきます。浮かせますね。サッカー選手だったんで。いや、嘘、野球でしょ、お父さんが。ああ、なるほど。いきます。ああ、でも OK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 、 開いた、開いたね。 OK。 さあ、なんだなんだ。あ、ダメです。いいですね、いいですね。いいじゃん、いいじゃん。だけどまだスライムにはなりませんね。しゃ、ピンクいきます。はい。あーっと、いきます。ピンク、ピンク。さあ、ピンクに狙う。いけるのか。あー、同じとこに入ってしまった。くそー、マッチダメだよ、自分を傷つけるな。くそー。じゃあ次8球目。さあ、ノリは取れるのか。いくぞー。うーわー、くそー。次は9球目。さあ、あと残り2球だよ。でも大丈夫、もうノリさえあればもう作れるから。あくそー、あくそー。さあ、よっち残り1球です。
でも大丈夫、あとノリさえあれば大丈夫だから。はい、どこ狙いですか？ピンクです。もうずっとピンク狙うやん。はい、こうやって蹴ってたんで、はいはいはい、変えます。変えますか？蹴り方、はい、正面でこう蹴ります。あ、そうですね。はい、いいですか？はい、どうぞ。10球目です。ラスト。この3つの色でした。こんなんで作れんわ。はい、というわけで次は僕が入れていきます。おい、はい、オッケーです。入れた？入れました。早いね。はい、じゃありっちゃんの女性行ってみます。行ってみましょう。それではりっちゃんのチャレンジです。はい、じゃあね、どうしようかな。10球ですよ、10球。じゃあまずは緑で。緑で、はい、はい、はい、行きます。はい。え、でもさ、上の方いけたんじゃない？いけましたね、今ね。はい、じゃあ、はい、早く。まあ、一応緑で。緑。おーっと、やばーい。待って、めっちゃ浮くんだけど。水色、水色狙う。水色。おーっしゃー、はい、やりました。2つ入ってた。2つ。ボンドとビーズゲット。2つゲットでーす。これでスライムは確定。次、4球目です。4球目。オレンジ。オレンジ狙います。はい。惜しい。おっと惜しい。さあ次で5球目でございます。じゃあ次黄色いきます。黄色。あーっと惜しい。これも惜しい。さあ全然仕留めきれてない。恋愛と一緒だ。ごめんなさい。青、青、青、はい、青いきます。あー弱い。弱すぎる。待ってね、やだ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 。もうスライムができる材料を持ってるから、はい、回ししちゃってる部分あるんだよね、よしと違って。あー、うん、安心するのは恋愛の部分ではないでしょうか。うるさい。はい、ピンクだよ、ピンク。お、はい、おー、あった。緑いった。じゃじゃーん、ノリゲット。ノリくれよ。じゃあね、ピンク、ピンクいきます。ピンク、ピンク狙います。はい。おっと、外れ。ビンゴだったらなんかある？え、ビンゴ、うん、賞金10万円です。え、ほんとに？はい、ほんとにいったね。はい、ビンゴ狙います。はい。勝負に弱い。さあ、ラスト。じゃあ、やっぱり10万狙いで10万円狙いで10万狙いで、はい、ビンゴいきます。はい。わー、緑いった。出て出て出て。あ、ね、いやー、でもビンゴ欲しかったわー。はーい、じゃあ早速ゲットした材料でスライム作っていきましょう。はい、はい、ということで、じゃあそれぞれゲットしたものでスライム作っていきましょうか。はい、まあ、紙でのはちょっと1個しかないので、ね、2人で目分けて、そうですね、仲良く作っていきましょう。はい、じゃあまずは私はじゃあボンドから入れていこうかな。俺紙粘土で遊ぶだけなんだけどね。じゃあ僕これぐらい使っていきたいと思います。梅干し入れたい。どれどれ。うわー、いいねー。なんかボンドでスライム作るのなんか久しぶりな気がする。ほんとだね。じゃあもう一個ね、私のりをゲットしたの。これなんか懐かしいよね、この海苔。あー懐かしい。こいつを入れていきます。お、なんかねすごいね、なんか、うん、あ、おならしたでしょ。してないよ。あ、おならしたでしょ。してないよ。しかもそれちょっと口でそうな時の。おい、もう出ちゃってるわ、その子。なんか、え、おって何してんの。いや、何してんのじゃねえだろ。そんなことある。じゃあ一旦この海苔同士混ぜていきます。わー、なんか、え、こんなスライム作ったことある人いないんじゃない。俺もないことしてるから、今までに粘土こねてるだけだから。俺もう早送りしてもこのまんまだよ、ずっと。ちょっとずつ色変わるだけ。ちょっと次、これ放射、放射ね、全員ゲットのやつなので。てか差がつきすぎて俺全然悔しいとかないんだけど今。こいつがですね、家のベランダにいたんですよ。宇宙人っていると思うでしょ。あ、まあいるんじゃない、だってあんな宇宙でかいんだからさ、うん、そう、だからこういうさ、サイズのさ、人間みたいなやつ、人類が立っててもおかしくないんだよ、ここに。ダー、はい、ということで、私もちょっとね、でもね、硬くちょっと硬くなっちゃった。ここにじゃあ、紙粘土混ぜていくわ。こうめっちゃ絞った豆腐みたいになってきた。見て、めっちゃ綺麗じゃない。めっちゃ綺麗じゃん。見て、画面見てこれね。おかしいでしょ。なにこれ、何の動画これ。はい、ということで、さっきのボンドスライムに紙粘土混ぜてみました。はい、じゃあ、あと最後にね、はい、ビーズあるんで、ビーズ混ぜて。じゃあ、僕はラーメン入れてきますんで。俺はただただキラキラのボールができます。え、めっちゃ綺麗じゃん。ねえねえ、ヨッチロが勝ち説あるよ、なんか。カラオケにあるあのミラーボール作ってるから。え、なにこれ、めっちゃ綺麗なんだけど。ということで、完成。なんか2つともなんかアート作品。
品みたいなね。俺はね、うん、ビーダマンのビーダマ、うん、溶けかけの雪だよこれもう。はい、ということで今回はキックターゲットで取った材料だけでスライムを作ってみました、はい、スライムじゃなくなったけどね2人とも、うん、なんか俺悟った気がするということで、ね、でもすっごい楽しかったよね。すごい楽しかった。キックターゲットするの楽しかったし、はい、こうなんかこの取れないドキドキ感、そうですね、とかも良かったよね、はい、ということで、ね、皆さんもぜひぜひキックターゲットでスライム作ってみてください。それではこの動画が面白かったら高評価コメントよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。またねー。ずっと光って咲いた今日の動画。